かなはいどうもボビー・アトレザーのボビーですえー、今日はですね、えー、10月27日かな火曜日かね、えー、ちょっともうンダーで日にちが分からへんのねえー、56回目のね配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ どうもボボビビーーーアトレーザーのボビーですえあの大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからですね、えー、生配信をさせていただいています。今日の大阪はですね、えーまあ、日に日に、えーまあ、天気は良かったと思うんですよね、朝しかも見てないんですけどね。 うん、あのー、非常に、えー、爽やかなというかちょうどねこういうような羽織り物がねちょうどあの恋しくなるような <laughs> あ時期になりましたねもう夜とか僕もお、ね、制作しながらあ夜とかねあの帰る時にですねやっぱりこう寒いなって、えー、思ううになりましたね。うんなんかそんなあ 不思議なな感じになりますねこの時期になったらねこれからあーいろいろ着込んでいかないかんあ冬になると思ったらなんかあね <laughs>、えー、なんかこういろいろ準備するものが多いじゃないですか、うん、まあアトリエもねまあまあ,あの底冷えするんで、うんね、あの制作する時もねだいたい夜中までね、えー、回りますんでね制作始まったら。 うん、あの霧がええとこ霧がええとこいたら大体もう <laughs> ね午ご前様なんでね、うん、まあ,あねそんな感じですままあ、まあ、こ今年からですねやっぱり健康管理にもちょっと多少気をつけて、えー、ね、えー、夜は早く寝るという生活もしようかなと心がけてはいます。ね <laughs> えー、今日のタイトルをね、えーまあえー、何やったっけね、えー、そうレザー制作の上で、まあ、大切にしていること、今日はその第3弾。ね、いうことですね、まあ、これ多分これずっと続いていくような気がするんですけどね、ねあのもう朝からですねいろいろ制作、今もここでね。 えー、制作をですね、えー、してるんですけどもね、今は、えー、っと、今日はですね、ほんま今年は財布をね、えー、制作させてもらう機会が非常に多かったんですけどもね、えー、今はですね、ギターストラップをですね、えー、制作させていただいてます。そんな状況ですね。はい。あ高田さんあ、小野さん見てくるんですね。あポビさん見てますよ。あパソコンにあの画面が出ました。ありがとうございます。 ねえってますえー、まあ大切にしてることをねいろいろこの思いとかそういうことはですねこう伝えてたんですけどねまああとまあボビー・アトレザーっていうとですね、えー、革紐でねこういう感じで、えー、ミシンとか使わずにですね手仕事でですね手仕事の美学をちょっと大切にしたいなと思ってましてね、えー、まあまあそれしかできないっちゃできないんですけど、うんまあ、やらないっていうかうん。 であの革ひもをかがってですね、えー、作品作りを、ねえー、してるんですけどもね、まあ、あの工業製品ではもう絶対できないようなことを一るものですよねそれをおずっとお、まあ、やってるわけじゃないですか。でやっぱりそのおハンドステッチのこう伝道師としてですねなんか自,分の、まあ、自分なりの家庭の役割というかそういうカルチャーをですね、えー えねあのー、60年代70年代のねもう半世紀前ですよほぼねのロックカルチャーのねロックファッション、えー、そこでも僕が魅了されたんでですね、えー、それをお僕なりに、えー、解釈してですね、えー、ずっとこう続けているわけなんですけどね、えー、それをやってるわけですね僕の中ですねやっっぱりそういうい方がやっぱり、ねあのー、オーダーダもい いただきますしうんやっぱりそこ,そこにそれがかっこいいなって思ってもらえるようなっていうかねうんそこに魅力を感じるっていうかうんでやっぱりねそのレーザー一括りにしてもいろいろあってまあ例えばレーザーのカービングとかもあったりするんですねカービングってえっとね皮をですねえスッとこうナイフみたいなので削っ表面削ってねあとこう脱穀していくわけですよ。 なこういう,こういろんなこうおなんていうんですか柄ができてねそれにこう色を塗ってこう落としてうう墨入れみたいなしてねうんあんまあ僕もお道具は全部一通り持ってるんですよ実はうんでなんかあの試したりはいろいろしてますねでまあさけどまあ基本的にそれはもうおもう本当に卓越した ね、職人さんとかあのアーティストはもう僕は何もね何人も知り合いがいるんでですねまあそういうのはまあそういう人に任して <laughs> じゃああの <laughs> 僕はと言ったらの強みがもしあるとしたらは、まあ、この世界やろうなとお思ったわけですよまああのー、多分ねあのあまり <laughs> やりたがらないような感じだしね、うん、で手間もかかるし。 でまあ僕の場合はだからいつももうほんの四六時中ですねこれハンドステッチで表現したらどんな感じでできるかなっていうまあまあそういうねこれを1年間365日ずっとやってるわけでしょ考えてるわけでしょうんだからどういうふうにすれば一番いい表現できるかなハンドステッチの表現としてうんあのかっこいいなとか美しいなって。 それと同時にねあの、まあ、それに凝りがたまってるわけではないんですけども、うん、あのいろいろ僕もおみ見たり、えー、試したりは日々してましてね大事なのはもうおやっぱこうなんていうのなまな、あ、革ひもを使ってなんか表現するっていうハンドステッチのね、えー、この手段ってあって、えー、やっぱりかっこいいものおなんかずっと残るもの、うん、そういう残したいもの 残ってそれをずっと受け継いでもらいたくなるようなあそういう,うアイテムですよね、うん、誰かの生活の中に寄り添うように、うん、そういうものをずっとやっぱりこう磨いてあの腕を磨いていきたいなと思うしやっぱりそのアイデアとか頭、うん、も柔らかくしたいなと思いますしね。うん なんか、そんな感じで、えー、そういうことをですね、えー、大切にしてますね。もうほんまに、まあ、ハンドステッチって言えば、あボビーさんやなってね、あの、ふっとこう思い出していただけるようなっていうかね。うん、そりゃそりゃ、あいつおるわ。<laughs> で、まあ、問い合わせしてもらえるようにね、うん、声かけてもらったりとかね、なんか、まあ、ずっと、それの、なんか積み重ねのような気がしますし、うん、まあ、あのー、まあ、そうですね、それに。 これに関しては、あの、もう勝ち負けとかはないけど。うん、そういうのは、あ、まあ。全然。あの、なんていうのな。うん、あ、あの、任せてもらえればなっていう自信はありますね。常にね。うん。まあ、かといって、あの、別にあのご、傲慢なあるじゃないよ。<laughs> あの。うん。なんか、せっかくするんやったらっていう感じでね。うん。 もちろん素晴らしいね海外のアーティストはねあのレザーアーティストは僕もすごくね、えー、尊敬していますしねリスペクト受けれますしね、うん、だからあーやっぱりそういうなんかいろいろこうものづくりを通して、えー、なんかレベルが上がるようなね、うん、そういう感じの おお、ものづくり。まあ、僕らものづくりなんでうんそういうアイディアとかね。で。まあそれを。使っていただける方、気に入っていただける方。うんまあ僕が作るもんをね。欲しいなって思ってくれる方がいてくれてですね。もう全力でね <laughs>。本当に全力で取り組ませていただきますね。うんまあそういう思い。ではいつもね。 えー、心がけて、えー、今日もアトリエでね、えー、デスクに向かってですね <laughs> これデスクっていうまあデスクやろうなあの向かってですね、えー、取り組んでますねはいまあそんな感じでえー、ありがとうございますねあ今日もちらちらっとるねこういろいろあてい、ね、見てくれてたってありがとうございますね、えー、やっぱこうねものづくりに大事なものっていうかね もうまあ、僕の中で心がけてることはやっぱり一人よがりにはあならないようにはしたいなと思いますね。何でもそうですけどねこうお写真を撮るんでもそうやけどお絵描いたり何かするんでもそうやけど、まあ、相,手が相手があることに関してはね特に、うんあのー、見てもらうっていうことが前提でやっぱ考えますね、まあ、曲も聴いてもらうことが前提で、えー、なんかいろいろこう。 客観視し客観的に見ている自分がいつもおりますね、うん。まあね、だからといって、えー、ね常に100点が取れるわけで、打率10割っていうわけではないんですけどね。うん、やっぱりこう、打率10割に目指したじゃないですか。ね。うん、10、十十割、うん。まあね。うん、<laughs> そんな感じでですね、えー、まあ、取り組んでおります。ねえー、またあ ねえー、いろいろねお話をさせていただきたいと思いますねまたあのホームページとかブログとかもねじらっと読んでやってくださいね、えー、今日もね、えー、もう月末なんですかねもう,もうちょいでねもう10月も後半ですからねうんあっという間やなと思ってねなんか振り返ってみたら今年がなんか早い感じがするまあ毎年そうなんやろうけどこれは多分ね 年齢のことかも分かんないですよこの間何かしたのになということがあってまあこの間のバ昨日も話したけどワンバンパーコインでもそうですよおこの間いたばっかりやろうなと思ってまあまあ23ヶ月経たってたりとかね、えー、その前も行ったなと言ったらもう思い出話とか考えたら23年前やんとか言ってねあのフェイスブックとかのほら過去のなんとかで出るじゃないですかこれもう3年前やんとかねそんなんがあるから。 なんか、ね、もう一日一日ですね <laughs> あっという間ですねまあねその中でですね、えー、作品をね、えー、残してそれを一人でも共感していただいた方にですね届けたいっていうのがねでまあお互いにですね盛り上がりたいっていうのが、えー、そういうね、えー、繰り返しをしたいなっていうのがありますね。はい、それでではあのー、今日もですね、えー、素敵な 一日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ